こんばんは。皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、やってまいりました。第29回。このバナナとドーナツの招待も皆さんと一緒に楽しむ会でございます。イエーイ、やってました。よく言えましたよ。というわけで、はい、というわけでございますよ。残り回数もラスト3回になってしまいました。はぁ、名残惜しいですけどね、この作品含めてラスト3回でございます。そして第29回でございます。はい、というわけで今回は2人ではないんですが、初めてやったゆうなちゃんのソロの曲でございます。そうなんですよ、初めてのソロショータイムを踊らせていただきました。ゆうなちゃんが自分で選んだ曲で、はい、ゆうなちゃんが作った振り、はい、ご堪能していただければ幸いでございます。ぜひ、もう言っときます、高評価、チャンネル登録、そしてこの踊りに関するコメントとかもね、あるとすごく嬉しいです。そして励みにもなります。よろしくお願いいたします。お待ちしております。それではどうもスターティーン。私たちはこっちにね、こっちですね、こっちに行きますね。はい、レッツゴー。これもね、著作権でね、見れなかったんですよね。そうなんですよね。音なしでは動画上がってるんですけども、はい、はい、なので、結構喋りますよ。ね、はい、Google の AI 機能をごまかそうと思って喋ります。そうですよね。はい。はい、踊っております。あ、もうね、赤、はい、全身赤です。はい。赤ちゃんです。さあ、ゆうなちゃんのソロショー、ここからどうなるのでしょうか。あ、そうです、頭からね、ちょっと飾りようと思って。おー、すごいです。この羽を使ってね、はい、あの持参の衣装でした。すごいですね。自分でドレス持ってるってすごいですよね。しっとりですね。はい、初めてのしっとりソロショー。あら、拍手いっぱい出てます。見せつけてます。お、あら、うん、あら、いなくなったわ、いなくな、あら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 、移動してます。そうですね、ここで間に合うかしら。ためてためて、何やるのかしら、どうなるのかしら。裏は大変なことになっております。頑張ってます。そうです、はい、出てきました。ここで衣装チェンジでございます。ああ、羽には羽で、ね、頭にも頭飾りをつけて、ね、すごいですね。JY の Up in the Air という曲でお送りさせていただきました。はい、著作権引っかからなきゃいいな、いいな、見てほしいな。そうですね、ゆうなちゃん踊ってみた感想はいかがでしたか。これしばらくね、こう踊ってましたけども、はい、あ、もうね、もうしっとりしの曲だったので、本当にもう目線だったりね、あのぐるぐる回ってたんですけども、しっとりしながら激しくみたいな感じ
ああ、はい、であのこの曲なんかドラマの主題歌、新入歌、彼岸花っていうドラマだったと思うんですけど、それであの彼岸花といえば赤のイメージで赤の衣装っていう感じで、はい、踊らせていただきました。そういうテーマがあったんですね。今初めて分かりました何も分かんなくて、わおわおわおです。私は何も分からずじまいで、はあ、こう音を渡された時に、いやどこ切ったらいいんだろうな、ゆなちゃんどういうことしたいっていうのでね、あの踊る振り付けを見ながら曲もやっぱり編集して、あとこの照明の色具合をね、うん、どういうタイミングでつけたらいいかなっていうので、一回軽くねゆなちゃんの振りを見ながら、はい、照明合わせていったっていう作品でございます。初めてのソロショー、初めて知って今明かされるその情報をねやりましたね、聞きましてびっくりしましたけどもね、はい、ちゃんと意図があったんですね。というわけで第29回、はい、アプリケーションパーティー鑑賞会でお送りさせていただきました。あと2回でございますよ。あの前回の作品とか前々回ね、29回なので1回目からありますので、興味のある方ぜひチャンネル登録、はい、ぜひぜひ、はい、再生リストの中に順番にこう入っておりますので、よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまたね、またね。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。